はいどうも、お茶です。じゃあ今日はね、会のローテーション1回目をやっていこうと思います。この人ね、さっき挑んだんですけど、なんかバグってのか知らないけど接続していますで止まって、なんかなんだろう、キャンセルされるんですよね。なんでこの人はちょっとあれかな、やめとこうかな。まためんどくさいことになりそうだし、いやでもなんかこの人しかいないから一回やってみるか。でこうやって接続していますってなって、この間何もボタン効かなくて、何もボタン効かないですよ、この間でキャンセルされるっていう、何なんだろう、なっけーな。ほらキャンセルされるんですよ、めっちゃ長い間待たされて。18段はなー、ちょっとなー。ってことで、え、あれまた新しい人だった今。イルカループさん、なんかあれかな、メイ使いかな、多分メイ使いな匂いがするぞ。さあやってくれるそうです。ではね、やっていきましょうか。メイ使いビンゴ、あれですね、あんまね、会の方はねランクをやりたくないっていうね、下がりそう。でもまあ最近勝ってて、まあ上がりそうではあるんだけど、開幕前パンと開幕シールっていうね、開幕シールはなんか漏れました。さあノーシスタンエッジはダメだ。イルカ読み、まあそこでイルカもう一回やってくるわけないか。イルカだけど直がしたんですけど、できてなかったね。今のミハイはただの漏れです。ガードできていない。このね、めくり見えないっすよね、めくりから表くるやつ。あ、最悪。うわ、これ引っかかると痛いんですよ。さあダスト当てられて、これ画面端で、え、死ぬよもしかして。減りすぎでしょ、減りすぎじゃない、やばいな。ってなわけでね、立ち回りでまあ圧倒してても、圧倒ってほどではないけど、立ち回りで有利取れても、今みたいにすぐ殺されるのが名戦です。さあダスト、これね、ポチョムキンと同じでメインのダストガードできないと蹴りすぎるんですよ。こんな感じでいかれてます、ほんと。これはもう俺もセバーを使っていくしかないな、勝ちたいセバー。悪いけどセバーもね、ちゃんとある技なんですよ。これかくってる。さあデッドアングル読みセバー、デッドアングル読みセバーマカキャンあったしね。なんかもうセバーでしかダメージ取ってねえな、これまた言われそうだけど、でもまあ当たる人にはどんどん振っちゃっていいかな、もう別に縛る理由なんてないしね。で画面端に投げてからのセバーね、あれ当たんなかった、これ美味しいやつ。さあしっかりダスト立ってくる。今の前パンだったかな、これね、めっちゃ減って画面端を、ほんま一発でこういうさ、なんだ、体力差リードされるからさ、嫌なんだよね。うわ早すぎた、危ねえ、駒投げ食らうとこだった、前出すぎた。なんだ、駒投げ失敗しまくってるな。うわー、今バーターやったんですけどデメージしたからの、多分デッドアングル、うえー、すっごい格闘してきたな。え、これ死ぬ、うーわー、裏か見えねえ、こんなの見えます、今のどうすれば勝ってたんだろう。まあ裏セバーだよな、裏セバじゃねえ、裏ベイパー。あとなんだろうな、ダスト通されてたのと、とりあえず何か当たったら死ぬんだよ。じゃあ当たるなって言われたら無理な話で、まあ、できる、あー死んでる。さあ中段立っていく、暴れている。
今のマイパンは俺がダメでしたね。中段渡ってね、ダメだね。うん、空中カウンターするとすぐ持っていかれる。くっそー、落ち着いて対空していこう。もう逆に地上戦は放棄して対空だけしてればいいやっていう考えもありなんだよな。今のも2敗出してたらよかったですね。氷利卓には2敗がすごい機能する。あー、3敗になった。今のは俺のコマテク。空中出しだけ見る。きついな。ラッキー、5ダウン取って置き攻め優先の方で。うーわ、マジかよ。サブッパされて投げれなくて、あ、読まれてて、おお、しっかり取ってくる。これ高えな。うわ、当たんのか。あ、やべ、あぶね。山田かですよね。こう投げ通しちゃえば、くっそー、投げてない。くっそー、最後で一本払えたのが。いやー、なんかでも勝てそうだなこの人にはな。負けちゃったけど。あー、メイン戦は対空ですね、やっぱね。対空が肝ですね。はい、ということで今日はこんな感じの動画になりました。失礼します。